KTM エレクトリックトレインサービスは、マレー鉄道の電化区間で運行されている、都市間高速列車の総称である。2016年12月現在、タイ国境に接するパダンブサール駅からキロリットルセントラル駅を経由し、グマス駅までの区間で運行されている。ETS とは、マレー鉄道の内伏線電化された区間を、最高速度時速140キロメートルで運行する。 都市間高速電車のことである。マレー鉄道の電化伏線化の歴史は1995年にクアラルンプール近郊区間から始まり、同区間は KTM コミューターが運行されている。これに引き続き、ウエストコースト線の電化伏線化工事が進められ、2010年に一方ラワン間の電化伏線が完成して、すでに完成していた区間と合わせると、一方からスレンバンまでが、 電化伏線の線路でつながった。同年8月に、一方、キロリットルセントラル、スレンバン間で、最初の ETS の運行が始まった。しかし、2012年の10月に、一旦、キロリットルセントラル、スレンバン間の ETS の運行が取りやめられ、一方、キロリットルセントラル間での運行となった。種別は、急行と普通がある。一方、スレンバン間は、 走行距離は約 280km で、所要時間は休行で3時間0分である。一方、クアラルンプールセントラル間は、走行距離は約 208km で、所要時間は休行で2時間5分、普通で2時間17分である。休行、編集普通、編集速達性により、ETS ゴールドと ETS シルバーと称され、運賃も異なる。パダンブサール。 クアラルンプールセントラル間が1日1往復。一方、クアラルンプールセントラル間が1日13往復。パダンブサールバターアワース間が1日1往復。パダンブサールバターアワース間が1日1往復。それぞれ設定されている。一方、クアラルンプールセントラル間の最速は9208、9209。列車の2時間10分。 最も多い停車駅パターンでは2時間35分。クラス91の客室クラス93の客室車両は空調付き、各座席列にサービスコンセントが提供されている。クラス93には一両ビジネスクラスが連結されている。同区間を運行している KTM インターシティの一等座席車と二等座席車の中間程度に設定されている。 ETS の運行サービスは、マレーシア鉄道公社100%出資の ETS サービス会社が運営している。マレー鉄道公式ウェブページのシートアベイラビリティから運行日程や時刻を確認可能。ありがとうございます。